とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、以前2回やりました、お金稼ぎ、やりたいと思います。エメラルドと金を効率的に集める方法です。で、コメントでいろいろ教えてもらいました。ちょっと試してみようと思います。行く場所は、古代狩りですね。古代狩りで、ウィーバーを出してから行きます。うん、ウィーバー1体だね。これで行きましょう。まあ、たくさん出るように調整していきますね。それではウィーバーいました。で、装備ちょっとミスりました。あのね、最後の叫びを入れるの忘れたんですよね。最後の叫び入れて、回復のトーテムで回復したいんですけども、ちょっと入れ忘れたので、なしで行きます。でも、難易度をプラス7なんですよ。アポカリプスプラス7できたので、多分ワンパンで倒せるし、ダメージもそんな食らわないと思うので、大丈夫かと思います。まあ、コメントでは1か2ぐらいがいいよっていう話だったんだけども、まあ、7でちょっと試してみます。でね、コメントにはね、2種類あって、まずはめてからやりましょうっていうのと、はめなくていいっていうのがあったんだよね。なので、ちょっとはめずにまず試してみましょうか。はめずに、まず、ここの、上。ここでね、空中浮遊をするのよ。ちょっとちょんちょんちょんって進んで、空中にいる状態を作って、で、そこで、やけどか。で、倒すと大丈夫らしいんだかな。ここでもいいのか。まあ、多分ここかここなんだろうね。こっちの方がわかりやすいか。まあ、とにかく、ちょっと空中浮遊をしてから、こんぐらいね、倒してみましょう。行くか。ちょっと待ってよ。いいか。空中浮遊をします。おお、ちょっとなんか寄ってくるぞ、寄ってくるぞ。いや、アイテム出る。ちゃんと浮遊できてない。あ、空中浮遊ちゃんとできてないな。あ、これ完璧かも、完璧かも。どう？多分今完全に空中浮遊してるとは思います。あれ、アイテム出るぞ、出るぞ。してない。できてない。アイテムは出るな。あ、でもね、ウィーバーはね、あの、はめなくて良さそう。うん、この上にいると蜘蛛の巣引っかからないみたいで、こっち寄ってきませんね。あー、やっぱアイテム出るね。うん、めちゃくちゃ出るわけじゃないけども、まあまあ出る。いや、ちょっとこれできてないよ俺。あ、もうこれ完璧よ。これ今は完璧でしょ。うん、完全に上、宙に浮いてる。お、出ないか、アイテム。あ、出ない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 。うん。あ、いや、ちょっと、でも、うん、たまに出るぞ。たまに出るし、ウィーバー一発食らったりしたぞ、今。危ない、危ない。うん。ちょっと待って、ちょっとこのまま放置してみますね。アイテムはたまーに出る。たまーに出る。ウィーバーが倒せないかちょっと心配なので、ちょっとそこだけ確認したい。ちょっと早送りします。2分待ってみましたけども、まあまあ、あの、ウィーバー一発食らって逃げる感じで、あ、いや、倒した。倒しちゃった。これはダメだ。やっぱりウィーバーはめないとダメなのね。じゃあ次、はめます。なんとかはめてみよう。ちょっと待ってね。この上の方がいいのかな？いや、ここ登れないもん。登れる？あ、登れた。あ、この上だったら
良さそうじゃない、あのはめずに。いや来るな、あいやいや一番上に登ってないからだ、一番上に登ってちょっと待ってよ、空中浮遊させて、いけてる、お、いけた、完全でしょ、完璧でしょ、うん、完璧に空中浮遊してると思う。 OK で、これで装備を変えます。完全に宙に浮いてるよ。 OK あ、で、ウィーバーの蜘蛛の巣は食らわないんだけども、なんだろう、クリーパーの出が悪いな。あ、でも出悪いにしてもこれアイテム出ない、ここ、あ、ここか、正解はこの場所か、なるほど、ここだったらウィーバーはめなくてもいいしいけます。いや、ただ HP 減るな、うん、HP が減るので、ここでやるならば最後の叫びは必須ですね。ああ HP ここ減るわ、多分クリーパーに当たってないのかな、やけどが。あ、アイテム出る、アイテム出るけども消えるんだ、なるほど、あ、 OKOK、 まあ最後の叫びをつけてここでやると間違いないね。うん、ただ金が出ない、うん、あ、まあたまに出るのかもしれないけどね、エメラルドばっかり出ますね。倒したがいいのか、やっぱ、うん、あ、うん、クリーパー、あ、じゃあウィーバー寄ってこないから倒してもこれ良さそう。いや、でもなんかこれクリーパーが変になる、倒しちゃったら、うん、あ、ダメだ、これ倒しちゃダメなんだ、なるほどね。いや、これ奥が深いな、うんうん、確かにこの空中浮遊使えばアイテム出ません、うん、出ないんだけども、HP が減るので最後の叫びと回復のトーテムは必須みたいですね、うん、で自分で攻撃しちゃうとクリーパーが、変なとこに出てこっちに寄ってこなくなるのでダメになりますね。あー、ダメだ、あー、もう、はいはいはい、まあまあとにかく分かった、なるほどね、場所はここです、この上、ここで、空中浮遊をちょんちょんちょんと動いてね、自分が浮いてる状態にすんのよ、ここでこんな感じかな。で、そしたらば、ウィーバーがこの上にクモの巣投げてこなくなるので、大丈夫で、でクリーパーも倒せるっていうことですね。難しいでもまあやり方は分かったので、よかったです、 ありがとうございます。まあ金はあんまり出ないかもしれないですけども、まあずっと放置してればある程度溜まってくるのではないでしょうか。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。